被害に遭ったのは長崎市内に住む男子高校生です。警察によりますと、今月5日、男子高校生のインスタグラムのダイレクトメッセージにアンケートに答えると1万円配布しますというメッセージが届きました。翌日、男子高校生がアンケートに回答したところ、ウイルスに感染しています、取り除くためにはペイペイで5000円を支払ってくださいなどと嘘のメッセージが送られてきたということです。これを信じた男子高校生はメッセージの指示に従い、3回にわたり合わせて8600円相当の電子マネーを送金し、騙し取られたということです。その後、さらに送金を要求されたことから不審に思った男子高校生が警察に被害を届け出て事件が発覚しました。警察はパソコンやスマートフォンの問題解決のために電子マネーの支払いを求められるのはすべて詐欺だとして注意を呼びかけています。